皆さんおはようございます。今日も三畳紀レイディオ始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝のちょっと挨拶かもしまして、今から三畳紀レイディオ撮影していきます。今回はですね、スペシャルゲストゆうちゃんが来てくれました。挨拶して。ゆうです。よろしくです。よろしくです。OK です。じゃあまずですね、今回また質問回答とかは後半にやっていくんですけど、今日はですねトークテーマ軽く決めております。はい、じゃあ一つ目、今週あっためっちゃいいこと、なんか良かったことシェアしたいなと思います。まず僕からいきます。その後ゆうちゃん話してもらいます。今週ですね、今日が、土曜日になるんですけど、一つありました。それはですね、融資がしっかりと契約まで持っていけて、で、着金まで済んだっていうところです。これがめっちゃ良かったなと思います。融資っていうのは何かっていうと、まあ、一言で言ったら銀行さんからの借金みたいな感じ。で、これってマイナスな面で捉える人多いんですけど、やってみて思うのが、いいなって思って。なんかお金バーンって稼いで後にやるってなって、やっぱり1年2年かかったりするところが先にできると。で、成功する自信しかない人は、それで行った方が早いよね、みたいな。っていうのを感じて、いいなって思いました。で、昔って言っても2年前とかやけど、2年前とか、一回借りようって思った、初めて借りようって思った時、めっちゃ緊張して、で、結構落ちたりしてたから、最初やっぱ保証協会さんとか通らへんみたいな。やっぱ学生のみの、に、まだやっぱり借金ってお金貸してで帰ってくるかどうかわからんみたいなところから、今回ですね、パッと通ったのが良かったなと思って、めっちゃ早かったですね。やっぱりこれまでの歴があったりするんで、そこら辺がとても嬉しかった一つのポイントです。これからやっぱ人を増やしていったりしていく面で、やっぱ資金繰りとかも必要になってくるので、それでお借りしました。でもこれはですね、ゆうちゃんは反対なんですよね。反対はしてない。反対はしてない。反対はしてないけど、ちょっと早すぎたかなぐらい。そうです。まあなんかよくあるのが、男性の人はこういうの結構やるんですけど、女性の人はやっぱりその守る側なんで、まあこれは攻めみたいな感じなんですね。先行投資になってしまうからっていうところがあるかなっていう形です。やけど逆にね、こういう時にこそアクセル踏めるかどうか。奥さんであったりとか、彼女に止められた時こそ進めれるか、ここで変わると思います。やっぱり、基本、まあ、この、すごいいいことなんですけど、こうやってなんか、まあ、周りの人からしてもやっぱ、やめとけよとか、言える時にどんだけ振り切れるかみたいな、ここに、ポイントなんじゃないかなと思います。まあ、守ってくれる面はめちゃくちゃいいと思うし、みたいな。だけど、ここっしょみたいなところはどんだけいけるか。止められてるからこそ逆にみたいな、やっぱみんな止めるよねみたいなところをどんだけ進めれるかがいいんじゃないかなと思います。僕もやっぱ三畳紀なんて普通全員やめとけって言うんで、最初の頃なんて、いや意味ないっしょみたいな、やけど振り切ったからこそ SNS もフォロワー2万人ぐらいついたし、何か一つのやっぱ武器になるから、何の人って覚えてもらえるときにそれになったりとか、もともと SNS 用で三畳紀してたんじゃないけど、人生変えるために朝活極めようってなった結果三畳紀になったんですけど、良かったなと思って改めてそこは感じました。はい、じゃあ続きましてゆうちゃん、今週あったいいことありますか？何でもいいです。うん、いいこと、はい、何かいいこと。友達とご飯行けた。あー、いいね。ライさん、うん、ゆうちゃんの親友ライさんとご飯行けた。うん、誕生日お祝い。誕生日お祝い、素晴らしい。いいね。何が良かった？それは楽しかった。うん、楽しかった。愚痴れた。あ、愚痴れた。うん、何愚痴れた、怖っ。あとは、うん、焼肉行けた。あ、焼肉な。うん、くせえ、これ俺も行きたいって言ったのになんか俺も行きたいで僕も行かしてって言ったらダメって。うん、関係ないもん、光くんはってなって。それは仕方ないね。仕方ない。ね。え、それはさ、愚痴ったやつ、ちょっと言える範囲で。何を愚痴ったとかありますか？僕のことで。
そんな覚えてない。覚えてない。じゃあもう些細なこと、うん、例えば、例えば、うん、何言ったっけな。言ったらすっきりする。うん、2人な、ゆうちゃんとライさんでご飯行ったらもう帰ってくるのめっちゃ遅いもんな。いや、その日は早かった。週バスでもなかった、その日。あ、最後のバスでもなかった、うん、そう、いつも最後のバスかバスじゃないかぐらいで帰ってくるもんな、うん、で電話かかってきて迎えに来てってな最近はもう俺眠りきってるから、うん、っていう感じですね。はい、じゃあ最近あったこといいですね、素晴らしい。じゃあ次はですね、まあ振り返りだけしてても仕方ないんで、今週なんか最高にしたいことみたいな宣言できたら素敵やな。そう、来週、来週素敵やなと思って、うん、来週僕はですね、あ、来週ヒゲ脱毛再開しますこれね、もう怖いんよ。ヒゲ脱毛めっちゃ痛くて、めちゃくちゃダメージきつくて、うん、顔もう腫れ上がるんよ。で、しかも、ミスったのが、その日に、歯医者さんも入れてもらって。うん、だから、もう顔パンパンに腫れ上がった状態で、ちょうど、そのヒゲやから、口周りやから、そこを、予防検診、うん、予防検診みたいな、うん。定期検診か。定期検診してもらうんやけど、それはちょっとやらかしたなと思ったけど。で、あと、めっちゃ痛い。でも、めちゃくちゃいいっす。芦屋の皮膚科。なんていうか、山村皮膚科みたいなところ。一回だいたい1万円ぐらいで、僕みたいに恋してやったら10回ぐらい受けたらもうほぼ生えんくなって、去年ぐらいかな、1年半前ぐらいにそれやってほんまに生えんくなって、で最近またちょっと生えるようになったから、そうしたら1回だけ行ったらまた次1年後行ったらいいみたいな感じ。まあ 1,2 回行ったら次また1年後でいいよみたいな感じになるから、めちゃくちゃいい。昔めっちゃ濃かったもんな、うん、いや、チク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 な。そう、今最近ちょっと生えてきて、もう剃るのがない習慣になってしまったからやばいね。こいちが騒いでる。あと最近アートメイクしたい。いらんやん。いや、違う、めんどくさい。いつもひゆちゃん眉毛剃ってもらってるやん。それがちょっとね、もうアートメイクしたらだって剃らんでよくなるから。そんなことない。生えてくるのは生えてくる。生えてくるけど、それを全剃りしたらいいだけがめっちゃ楽やん。やったら俺でもできる。周りを剃るんやで。そうやけど、あるやん。形に合わせて。めっちゃやりたい。8万円ぐらいするらしいけど、ちょっといつか。いつかやりたい。何でも気になったらやな。ね、今年の末ぐらいにしちゃおうかな。止まらんくなってやってまいそう。バリ鼻で笑われてんねんけど。はい、ではゆうちゃん、来週。来週ってか明日かな。明日友達の性別、ね、子供の性別発表のパーティーの主催を優雅してるから、うん、それが成功したらいいなって思う。いいね、マリンちゃんと翔くんのやつ、うん、あのあれやね、出産って妊娠してるから、それの性別発表の発表会。そう、 本人たちも知らない。これ英語でなんて言うんだっけ。ジェンダーリビューパーティー。あ、ジェンダーリビューパーティーね。いいね、楽しい。やっぱり楽しみ。俺も行くもんな、うん、ちょっと朝だけ朝活してから行く、うん、9時半出発やけど。9時半出発、うん、え、ないで行くもん。車で。車、うん、え、開催何時やったっけ。13時。でもあなたは準備から。あ、ほんま、うん、12時とかはどう。遠いで、現地集合。原付きじゃあかん。うん、谷上の方やろ。そう、分からへん。車で行った方がいい、うん、一緒に行ってほしい、うん、10時半。9時半。早っ。9時半か、うん、朝活短いな、うん、ありがとう。確定、うん、喜んで。ひかーくん200、何倍やったっけ。60+60+50+60 は？めっちゃ難しいよ。60が3回と501回。え、230じゃない。230個のバルーンをな。え？しっぽしっぽ買ったから膨らませてもらうな。出てるかな俺。え？コマくまるから2人だから。230÷2は115。え、203。215ずつやればいいから大丈夫やろ。え？それを30分くらいでやってくれると嬉しい。ちょっとシュッポシュッポ買った。ちょっとなあ、まあちょっと朝活の
様子に。え、100%。え、100% 9時半出発は決定やで、もう。え？間に合わへんもん。マジで？ほんまに間に合わへんねん、明日。やば。準備が。やばいねん。そんないる？風船。え、うん。いる。喜んで。うん。喜んでいきましょう。最高。うん。じゃあ続きまして、いいことをね。あ、言ったね、今。うん。今日まだ言っていい？僕、うん、僕ねまだまだあるんですよ、うん、来週コーチングまたあって、今週1で受けてんねんけど、うん、コーチング楽しい、うん、受けんの最高、うん、テンションバリ上がる、うん、どう思うコーチング、どう思うコーチング最初でもなんかちょっと怪言的な感じじゃなかった、うん、誰か分からへんかそういえば俺もまだ大成さんに1回も会ったことないコーチングお高いやのにな、そう、あんなにもう一番の仲良しって言ってもしゃあ、もうね、うん、けど YouTube 1万いったら会うって決めて、そう、だからまだ会えてない、うん、いやでもいいね、大成さんとの前のコーチングで会ったのが、うん、いやまあ1億円行きたいんやったら1億円の資産のもとやっぱ動いていくのがいいよっていう話あって、資産1億円の人の動きをやっぱ真似しよう、うん、せやなって思ってな、うん、早く1億円行って、あ、ゆうちゃんあれ何やったっけ、1億円行ったりしたら、うん、ゆうちゃんは俺の会社どう関わっていきたい、どう関わっていきたい、うん、氷川くんからあの給料もらって、うん、それを貯金する。給料は何円だ、うん、5万円少ないその理由があれだよの、あの社会保険かなんかがかからんようにっていう金額だよの。え、そう、でも優は働いてるから意味なかった。あ、そうなん、優、うん、はもう別で入ってるから。あ、じゃあ高い方がいいんじゃん。うん、でも所得税上がるから。でもそれよりか25万円もらった方がいいんじゃん。そういうもんじゃない。まあでも忙しいから無理か。2人での収入、2人とも収入高かったらその2人とも出る分も多くなるからね。結局手取りそのままそういうもんかな気がする。まあ、そんななくても生活できる。えらい、さすがです。それと来週でもう一個あるのが、あのカメラ届きます。おめでとう。実は欲しいカメラがあって。何買ったん？買ってない。修理やろ。修理のやつとは別。何し、あ、レンタルした。そう、レンタルです。買ったら何だっけ、あの10万円の。そう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 、まだ買ったらあかんっていう。モフモフのやつ。そう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 。あれ欲しいっていつもヤバラ電気行くたびに見とってな。うん、だって買ってるやん。もう最近。そうやけど、けどね、やっぱカメラって必要や。やっぱ YouTube する人はカメラ買いたがるんやろ。そうそうそう。ちょっと理解して。理解して。辻チャンネル見てるやろいつも。辻ちゃんでもスマホで撮ってることの方が多そう。まあやっぱな、いろいろ試した結果やっぱ最終的にスマホに行き着くんかもしれんけど、やっぱそれは試してからじゃないとやっぱ行き着かない。うん、そっか。そう、だから早めに行った方がいいから、迷ってる時間がもったいなくない。うん、まあ迷ってる間も楽しいんちゃう。うん、でもあれかな、あれかなって。そう、だけどそれはもう早く楽しみたいわけよ。うん、迷ってる間が楽しいんじゃない。それでも迷うのも正味1週間で十分や。うん、そっか。そうそうそう、それが違うかもしれん。男女の差かもしれない。それでですね、あとせや、今日朝メール送ったやつ、倫理法人会、お父さんが大好きな中の経営者の集まりみたいなのがあるんですけど、それがあれいつやったっけ、9月の24に僕出ます。倫理法人会発表会します。楽しみにしておいてください。ちょっとこれ見てて倫理法人会ちょっと知ってるよっていう人いたら見に来てください。24日の朝、ポートピアホテルかな、うん、で発表会します。お父さんから、ちょっとこれやってくれへんって言われて、で、僕最初ちょっと、いや、朝の時間結構大切にしたいから、嫌やって言った、嫌やじゃないですけど、ちょっと僕にはまだ荷が重いかもみたいな言ったら、そうしたらお父さん上手くて、次、ゆうちゃんに言って、ヒカルが出るように言ってくれへんって言われて、で、ゆうちゃんの一声で僕は、わかりました、出ますってなって、お父さんの断った3分後ぐらいに、やっぱ出ますっていうの言ったら、お父さんがびっくりして、ゆうちゃんありがとうって連絡してて、出ることになりました。まあ、でもせっかく出るんやったら、ちゃんといいことしたいんで、テーマ面白いですよ。
なんかバカ息子、バカ息子がどう変わったかみたいな、バカ息子が父親、そう、自慢の息子に変わるための参加条みたいな感じでテーマバリかっこよくしてちょうどそのお父さん世代の経営者の人たちがなんか息子さんに聞かしたくなるようなお話できたらなと思って、多分会社関係とかそういうな会社の成長具合みたいなのは僕じゃなくても話せると思うし、多分僕やったらまだしょぼいんであんまりやと思うんですけど、一個僕がその経営者の人たちにアピールできるポイントっていうか、その価値提供としては、まあ、ちょうどお父さん世代の人たちが多いからってなったら息子さんとかがいる人が多くて、でだからちょうどその息子さんとか娘さんをになんか何か頑張ってほしいと思ってるけど、なんかまだうまいこと言ってないよねみたいな、それを変えるためには親はどうしたらいいのかみたいなのを息子目線で話すみたいなができたらいいなって思ってます。そういうのが一番いいなって私は考えています。それをちょっと話します。朝何時、朝6時半とかから、朝6時半とかからどれくらい、30分くらいかな、3、40分ぐらい、あの独演会します。楽しみにしておいてください。でそれも撮って YouTube 流そうかなと、せっかくやったらってなったら僕スイッチ入るんで、いつも普通に話すときは宮内光で話すんですけど、カメラ回るとあの三条木社長の自我が出てくるからっていう感じですね。はい、っていうのがいいかなと思いました。はい、じゃあ続きましてコメント返信とかやっていきます。コメントっていうか、なんかよう来るコメントに返信返していこうと思います。まずはですね、コメント返信一つ目からいきます。出ました、ゆうちゃんが大きな首ですね、次、彼女のやつでね、何か来てましたね。彼女さん、彼氏についてどう思いますか。どう思いますか。かっこいいと思いますか。うん、どうですか。かっこいいと思ってる。あ、ありがとうございます。坊主にしてることについてはどう思いますか。今となっては本当に思う結婚式の時は髪生えといてほしいけど。あ、それはいいそう。じゃあ続きまして、ですね、確実に早死にしそうっていう話があるんですけど。しそう。え、三条期抜けてるからじゃなくて、な、何歳まで生きそうですか。80ぐらい。あ、結構生きれるやん。平均がそれぐらいじゃない、男性の。ああね、うん、それぐらいかもしれません。いいですね。あ、来ました。赤ちゃんも割と3時に起きるしちょうどいいやん。そう思うよ。言うやんな、言うどうしてほしい。言うは12時まで、だから例えば9時に泣いて12時に泣いてってしたら、12時までは優がやって、3時にひかくんが起きるから、3時と6時と9時はひかるくんが頑張ったらいいかなって、赤ちゃんの面倒。そういう作戦。うん、いいね。じゃあプロポーズについて、朝3時にプロポーズしてほしかったっていうコメントが来てるんですけど。ああ、なるほどねそういう考えあった。あったで。あったんや。そう、おもろいかなと思ったけど、でも私は起きてなさそうやし、それは動画のためで言ったらそっちやけど、でもプロポーズはやっぱメインゆうちゃんのためやから、うん、それはちょっとちゃうなって思う。うーん、なるほど、そういう考えすらのこと。最悪じゃないよ。だって絶対ライさんとかに愚痴るやん、聞いてみたいな、一生に一度のプロポーズ朝3時にされてんけど炎上しそう。なんか愚痴るってか、動画のためやなって言ってもらいそう。あ、な、うん、ちょっとそれはさすがにな、うん、それはちょっと良くないなと思って。でまあ、もともとでもプロポーズのこの動画もゆうちゃんがこういう動画作ってほしいっていうのがリクエストあったからこういうしたよ。あれ何日前、何時間前みたいな。そうあれ可愛いよね。そう、まあもともとプロポーズは動画まあ撮らなくてもいいかなと思っとって、そんな余裕ないやろうしみたいな。でもカメラ3台も設置されてた。あ、そう、まあ、まあもう撮るってなられたら撮ってレオンに振り切った方がいいなと思ったからそっちにしました。うん、じゃあ続きまして、でも三条期、なるほど、そういう考え私にはなかったの今言われて気づいた、確かにいい感じですか。うん、
じゃあ続きまして、2年前からずっと見てました。本当におめでとうございます。末永くお幸せに。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして、宗教で知り合った方でしたっけ？おめでとう。宗教に入ったことないんやけど。ですね。高校ですね、出会いは。うん、出会いは吹合高校。神戸一律吹合高校。私立か。神戸市立？吹合高校。吹合高校たまに顔出ししに行ったりしたらゆうちゃんも絶対ついてきてくれへんな。先生恥ずかしい。うん、会うの恥ずかしい。ゆうちゃんいつもな、先生に会うの恥ずかしがるもんな。うん、まあ知ってる先生もおらんらしいけど。せ、ミラコスタいいですねってプロポーズ動画に来てました。うん、ミラコスタどうでしたか？素敵でした。どんなところが？うん、部屋も広かったし、なんかこうちらほらミッキーとかミニーがおる感じ、うんうん、可愛かったよね。よかったね、あれは。でもおしゃれ、全然なんかキャピキャピ可愛いじゃなくて大人可愛いって感じ。いいね。もともとミラコスタでプロポーズしてほしいっていう話だったもんね。うん、理想の、ね、いいね。じゃあレンタル彼女ですかっていう質問が来てます。プロポーズの動画を見てレンタル彼女。そう、さすがやな。そんなかのレンタル彼女がさ、そんなプロポーズの動画のためにレンタル彼女の仕事する人っておるのかな。めっちゃ高そうや、うん、何万円とか逆にね、うん、あとはですね、奥さんのために生活スタイル変えた方がいいんじゃないかっていう質問来てます。どう思いますか？三畳期っていう生活スタイル。はい、それ彼女の時の方が困るよな。なんていうの、同棲前の時の方がそのデートとかさ、うん、いや夜できひん、うんうん、だけども同棲してもたら結局一緒にずっとおるしみたいな。あんまり関係ないけど。夜デートしたかった。しとこっとしとこっと、夜景とか見に行きとか。いや俺その時から早く寝とった。寝とった、寝とった。マジか。うん、うん、もう夕方で満足してた。うん、いや基本夕方出かけて夜には帰る感じやとか。そうやな。うん、前夕方一回見た。でもそれでもあれか、9時とかやもんな。うん、夜か。だから俺、うん、そっか、普通夜景とか見に行こうってなったら普通12時とかか、うん、そっか。俺もう9時で終わり、こんなくらいやんって思って、うん、9時には帰る。だけど結婚するから生活変えるの、まあ、今子供がちっちゃい間は全然三畳期で大丈夫。私は最高、夜泣き頑張ってもらって。あとはですね、なんか知らんけどこれ見て将来モラハラ夫になりそうって言われてます。モラハラ、モラルハラスメント。ああ、え、何、あのパワハラみたいな。そう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 。どうですか、ハラスメント系は。どうなんか全然ないもんね、そういうの。ほんまに言い返さんし、なんか怒られても笑ってるし。逆にわかんないじゃん、それ。それがモラハラ？いや、わかんないけど。そうなん、ないもんね。一人で勝手にポジ。いや、でもないもんね、なんか、こうしてほしいとか、あんまり。そや。うん、こうじゃないといけんとかね。ないよね。いけないとか、ないね。うん、こうしたいっていうのが自分はこうしたいっていうのがあるだけで、ね、うんうんうん、周りなそんなに嬉しいっていうのに早く帰ってきてほしいぐらいやろ。あ、そや、いつもな、うん、ね、夜中パッとされたらゆうちゃんおるからびっくりする。日越す前には帰ってくるもん、ね、絶対。あ、そやな、それは。そやな、俺の理想は17時ぐらいにな、もう帰ってきて18時ぐらいから布団入れたら一番理想やから。11時から夜が入ってるけど。せやね、うん、せや。ハラスメント系はないですか、特に。うん、逆に今優しくてどのタイミングでそんな急にモラハラになれるのかあんまり想像つかんけどね。で普通だ、逆やもんな、うん、普通逆っていうか、まあ、今きついパターンが多いもんな。どうする、結婚した瞬間急に安心して優しさなくなるみたいな。多分お父さんとお母さんがブチギレそう。なんで？ヒカルくんに、ヒカルくんのお父さんとお母さんがもうヒカルあかんって言いそう。あ、じゃあちょうどいいんで、ちょっとお父さんとお母さんの印象カズピョンから聞かせてもらっていいですか？もう優しいお母さん。
料理もうまいし、こう何かとなんか持って帰らせてくれたりとか、パンお互い好きだからパンくれたりとか、今もまあたまにパン差し入れしたりとか、毎回車で送ってくれるしね、ひかくんの実家行った時は、うん、めっちゃ優しい。しかもこの前あのフランソーズたちが来た時も丸2日間一緒に工程考えてくれたりとか、ね、朝ごはん用意してくれたりとか、ね、ありがたいことだらけ。いい感じ。うん、シュート目って怖いって聞くやん。ねえ、聞く。どうですか。全然そんなんなさそう。あ、結婚してから家族が急に変わる。え、まあそれはそうなんかもしれんけど。ね、でもお母さんが言っても男の子3人おるしね、リコちゃんもまだおるから、なヒカルくんに執着あんまないもんね、元から。カルピは俺に一番興味ないかも。いや、まあそういう興味がないとかはないけど、そのなんていう、一人息子のお母さんやったら息子が可愛くてこうつい冷たくしちゃうんやろうけど、それないもんね。せや、それはなさそう。うん、カルピはな、うん、まあ、どっちかっていうと僕の弟の方が手間かかるから。うん、まあまだね、2人とも学生やし。せやね。だからいつまで学生続くか分からない。大丈夫やろ。いい感じ。うん、あとはですね、お父さんの聞かへんの前にカルピョン、うん、僕の母親、よくゆうちゃんのモノマネしてるけど、それについてはどう思いますか。え、全然可愛い。え、そういう風に見えるんやとは思うけど、あれ可愛いなって思う。カルピョンが俺に頼むことするときに、俺がいつも、いやちょっと忙しいから嫌やって言ったら、ゆうちゃんのモノマネして、カルピョンこれしてよって言ってくる。とか電話したとき、うん、ゆうちゃんと俺いつも電話切るとき、ラブユーって言うけど、うん、それカルピョンもマネして俺に。でもいいよね、お父さんとお母さんがしたらいいのに。なんで可愛いじゃん。じゃあ次、テルピョン。お父さん？お父さんについて。お父さんも優しいよね。こうたまにご飯誘ってくれたりとかね。ね、しかもお父さんちゃんとね、ヒカル君のこと応援しておるしね。それが伝わってくる。ちゃんとね。めっちゃ心配されるけど。心配。え、なんか例えば、プロポーズの、報告しに行った時も、いつ席入れるのみたいな。来年の11月ぐらいかなとか言ったら、え、もう年明け早々入れないと。早く席入れてほしい。そうそう、心配性。あね、そう、ゆうちゃんがどっか消えないか、そうそう、逃げるかなって。そんな光るにって。騙されてるってカルピョンも言ってるわな。いつ魔法が解けるか分からへんから、早く席入れてほしい。俺ももう早く席入れたなってきたな。あ、そう。いいけど、まあもうここまで来たあと半年やからな。そやな、半年もないんじゃないの。そやね、半年ないぐらい。11月22日やから5ヶ月ぐらいか。うん、それでじゃあ行きましょうか。いい感じで、うん、じゃあ、あとはテルピョンは噂にもうカルピョンからのリークで、うん、ユウちゃんの前やとカッコつけてるって言ってるんだけど、そんなんでもユウもそうや。お父さんとお母さんの前ではすごいいい子やもん。それはお互い様ちゃう。普通に騙し合ってる、騙し合ってるって言い方ない。騙し合ってるじゃないけど、そのいい子でおろう。うん、ゆうちゃんな、ドア入る前に変身するもんな。うん、めちゃくちゃいい子、うん、変身。いい子のゆうちゃんに変わるもん、うん、いい子ちゃん素晴らしい。ちょっと電話切ってみます。 OK。まあそんな感じでコメント返信、じゃあラスト1個だけ返しましょうか。うん、ラスト1つはですね、ですね、まあじゃあ三条木社長のこれからについて何か思うことありますか。頑張ってほしいこと、改善してほしいこと、私に対して。ほうれん草する。はい、わかりました。ほうれん草しっかりとさせていただきます。事後報告じゃなくてね、うん、そういうのをしっかりとやっていきたいなと思っております。じゃあ
じゃあ最後、今日も最高の一日でしたで締めましょうか。ざっくり30分いけたんで、ラジオまた撮っていきたいなと思います。じゃあ締めます、いっせーので、今日も最高の一日でした。また明日、バイバーイ。